ナンバーアンダーラインアイ、ノーイチ、特典映像、メンバーの仲良しっぷりが炸裂。思わず笑顔が溢れる。ナンバーアンダーラインアイ、ノーーイチ、特典映像、ライブの裏側、レコーディング風景、貴重な未公開映像が満載。ノーイチのリリースに伴い、ファンたちが待ちに待った特典映像の発表は、多くの人々にとって特別な瞬間となりました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔、 詩、神宮寺タの3人は、すでに彼らのプロフェッショナルな姿勢と、時折見せる無邪気な一面とのギャップで知られていますが、このアルバムのビハインド・ザ・シーンズでは、その魅力がさらに深く掘り下げられています。3曲分のビハインド映像は、ファンにとって宝物のようなものであり、メンバーがスタッフと和やかに仕事を進める様子や、真剣にパフォーマンスに取り組む姿が映し出されています。特典映像のダイジェストが公開された際、 SNS 上ではファンたちの喜びの声があふれました。特に「イナズマッチ」というタイトルの企画が注目を集め、ショーの高笑いや騎士と神宮寺のやり取りに対する期待が高まりました。ファンたちは声だけでも面白さを感じ取れると口を揃えてい,い、その期待感は次第にピークに達していました。アルバムの発売が近づくにつれ、その映像の一部が公開されるたびに、ファンはますます興奮し、 sns での会話も活発になっていきましたこの特典映像は単なるメイキング映像ではなくファンにとってはメンバーとの新たな絆を感じられる瞬間でもあります。リハインド・ザ・シーンズの中で平野騎士神宮寺が子供たちと遊ぶ場面はプロフェッショナルなアーティストとしての一面だけでなく人間味あふれる優しい側面も見ることができこれが彼らのファン層をさらに広げる要因となっているのです。 彼らのキャリアの中で、こうしたビハインド映像やメイキングは、ファンとの距離を縮める重要な役割を果たしてきました。特に平野翔の長めの髪型や、カメラの前では見せない笑顔など、細かいディテールにファンが注目し、SNS 上でその魅力を語り合う姿は非常に印象的です。こうした映像が提供する、親密さは、現代のエンターテインメント業界においてますます重要な要素となっており、 ファンとのつながりを深めるツールとしてのビハインド映像の役割は無視できません。一方で、このビハインド映像にはエンターテインメントとしての価値も大いに含まれています。メンバーがイナズマッチの企画で繰り広げるコミカルなやり取りや、スタッフとの和やかな関係性は、見る者に笑顔を届けると同時に、彼らの人柄をより身近に感じさせるものです。これが、ファンが、特典映像が豪華すぎると感じる理由でもあります。 豪華な映像だけでなく、その中に描かれるエピソードや瞬間が、ファンにとってはかけがえのない思い出となるのです。また、特典映像の公開に先立ち、多くのファンがアルバムの予約を済ませており、その期待感は日増しに高まっています。SNS 上での、もう待ちきれない、という声が象徴するように、このアルバムは彼らにとって特別なものであり、そのリリースが近づくにつれてますます熱気を帯びてきています。 ファンの間では、どのビハインド映像が最も印象的か、どの瞬間が一番好きかといった議論が活発に行われ、まるで一つのイベントが開催されているかのような盛り上がりを見せています。このように、アルバムのリリースに伴う一連のプロモーション活動は、ナンバーアンダーライン愛の魅力を再確認する機会となっています。平野、岸、神宮寺の3人は、それぞれ異なる個性を持ちながらも、 共通するのは彼らのプロフェッショナリズムとファンへの思いやりです。特典映像の中で見せる彼らの自然体な姿や無邪気な笑顔は、ファンにとっては非常に魅力的であり、これが彼らの人気を支えている要素の一つであると言えるでしょう。また、こうしたビハインド映像は、ファンだけでなく、エンターテインメント業界においても注目されています。現代のファン文化において、アーティストの裏側を垣間見ることができるコンテンツは、 非常に重要な意味を持っていますこれは単にアーティストの魅力を伝えるだけでなくファンとのコミュニケーションを深めるツールとして機能しているのです特に SNS が発展した現代においてファンがこうしたコンテンツを共有し語り合うことでアーティストの影響力はさらに拡大していきますナンバーアンダーラインアイのメンバーたちはこのようなファンとのつながりを非常に大切にしており 今回のアルバムリリースでもその姿勢が強く感じられます。彼らの一挙手一投足が SNS 上で話題となり、ファンたちはそれぞれの瞬間を楽しみ、共有しています。これは単なるエンターテインメント以上のものであり、アーティストとファンとの信頼関係が築かれている証拠でもあります。さらに、ビハインド映像の内容から見えてくるのは、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちが常に自分たちの成長を意識しながら、 同時にファンへのの感謝の気持ちを忘れないといとう点です彼らはステージ上でのパフォーマンスだけでなく、日常の中での何気ない瞬間にも全力を注ぎ、それがファンに伝わることを大切にしています。この姿勢こそが彼らが多くのファンに愛され続ける理由の一つであり、特典映像の中でもその真摯な姿が映し出されています。例えば、特典映像の中で平野がスタッフに感謝の気持ちを伝える場面や、 騎士が真剣な表情で仕事に取り組む姿勢は、ファンにとって非常に印象的なシーンとなっています。また、神宮寺が子供たちと無邪気に遊ぶ場面では、彼の優しさと温かさが垣間見え、それがファンにとって一層彼を応援したいという気持ちを引き出しています。こうした瞬間が積み重なり、ファンとの絆はますます強固なものとなっていくのです。アルバムのリリースは単なる音楽の発表にとどまらず、 こうしたビハインド映像を通じて、アーティストとファンとの関係が深まる重要な機会となっています。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、常にファンの期待に依頼、さらなる高みを目指して努力し続けていますが、その努力の過程が映し出されるビハインド映像は、彼らの成長と変化をファンが直接感じることができる貴重なコンテンツです。このようにして、ファンたちは彼らの一挙手一投足を見守りながら、 彼らの成長を共に喜び、応援し続けています。今回の特典映像も、その一環として、ファンとの絆をより一層強固なものにする役割を果たしていると言えるでしょう。これからもナンバーアンダーライン愛は、ファンとの関係を大切にし、さらなる進化を遂げていくことでしょう。そして、その過程を共に歩んでいくファンたちは、常に彼らの側に寄り添い、支え続けていくのです。最後に、 この特典映像が持つ意味は、単なる映像作品以上のものです。それは、アーティストとファンとの間に生まれる新たなコミュニケーションの形であり、現代のエンターテインメントにおける重要な要素。となっています。リハインド・ザ・シーンズのようなコンテンツが増えることで、ファンはますますアーティストに親しみを感じ、より深く彼らを応援するようになります。そして、その関係は未来に向けてさらに強固なものとなり、 エンターテインメント業界全体においても新たな可能性を広げていくことでしょう。これからのナンバーアンダーライン愛の活動に対して、あなたはどのような期待を持っていますか。また、ビハインド映像を通じて感じた彼らの魅力はどのようなものでしょうか。あなた自身が彼らのファンであるならば、その思いを共有し、これからの彼らの成長を共に楽しむことができるはずです。